ポップコーン食べれるの？ねえ、大好き。あ、ほんと？ね、このね、ポップコーンパニックのルールは、このポップコーンがもうとにかくいっぱい出てくるんだけど、そのポップコーンはこの箱でこうやって取って、で一番多く点数を取った人が勝ちだよ。みーちゃん、得点はこのソルトポップコーンが1点で、このチーズフレーバーが2点で、このキャラメルフレーバーが3点で、このキャラメルフレーバーは一番得点が高いんだけど、2個しか入ってないから取ったらすごい高得点だよ、めーちゃん。これが一番高いの？そうそうそう、キャラメルフレーバーは3点だからね。私キャラメルフレーバー大好きだから、ちょっと頑張って取ってみる。うん、いいと思うよ。まずはこの4つの箱の中から好きなの選んでね。うん、じゃあメイは赤。赤？じゃあ私青。じゃあメイちゃん早速やってみようか。うん、まずはノーマルモードからいくよ。うん、準備はいい？うん、いつでも OK。 OK、 じゃあいくよ。よーい、スタート。お、どこから来るかな。お、キャラメルポップコーンは取れなかったね。うん。
さ、バーンって飛んで面白かったね。あー確かにね、キャラメルポップコーンは取れなかったけど、まあ良かったね。うん、面白かったらグッドボタン押してね。